も、トシです。今日は失敗しないカラーバター、フラッシュピンク、ブリーチしてない茶髪にも綺麗に染まるのかということで染めていきたいと思います。はい、まず、はい、フラッシュピンク、失敗しないカラーバター、フラッシュピンクです。はい、ブリーチしてない茶髪、はい、綺麗に染まるのか、はい、やっていきたいと思います。はい、こんな感じです。ほら、ブリーチしてない茶髪10レベルです。これに対して、はい、フラッシュピンク染めます。はい、いきます。で、染める時の注意点、はい、フラッシュピンクどんな色ってこんな感じね、はい、ドン。はい、注意点としたら、まず濡れてる状態、髪濡らしてください。はい、濡れてる状態に塗っていくと。はい、で、あの、こういった手袋とか、はい、手袋とかした方が手が染まんないんでいいと思います。はい、手袋おすすめです。はい、で、塗っていきます。たっぷり塗ってください。ドカーンと、はい、こうやってちょっと濡れてる状態でたっぷりです。はい、たっぷり、はい、たっぷりで、あの、この裏側ね、この裏側とか、このほら濡れてない、染まってない、この裏側とか、ね、この内側ですよね、この内側、ほらやっぱり内側は染まってない。はい、ですので裏側と内側、はい、しっかり塗布してください。はい、自分のご自身のお髪、はい、の時もしっかりと内側にもつけてください。で、毛束をこう広げながら、はい、こうやってで、よく揉み込んだりとか、よく溶かしたりとか、こうやって溶かしたり、揉み込んで溶かす、はい、揉み込んで溶かす、はい、しっかりたっぷり塗って、ね、ドたっぷり塗って、はい、たっぷり塗ってしっかりと溶かして、裏側にもしっかり入るように、はい、で、はい、しっかりチェックしてあります。はい、綺麗に、はい、染められました。よく揉み込んで丁寧に内側までしっかり浸透するように、はい、意識してください。はい、ありがとうございます。はい、塗れました。こんな感じ。はい、で、そしたらラップして20分ですね。20分ほど時間を置かせていただきます。はい、この動画最後まで見ていただくと、ブリーチしてない茶髪です。はい、に対してカラーバターのフラッシュピンク、はい、染めてます。はい、綺麗に染まると失敗しないと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただき、どんな感じになるのか見ていってください。ありがとうございます。では、これで20分時間を置かせていただいて、流して仕上げてみますんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。はい、こんな感じ。ほら、ブリーチしてない茶髪の状態からドカーンと、ほら、かなりしっかり塗ってます。たっぷり塗ってます。ほら、裏側もほらしっかり塗れてますね。はい、こんな状態。はい、では20分時間を置かせていただきます。ありがとうございます。ドカーン。はい、それでは流して仕上げてみました。いかがでしょうか。はい、フラッシュピンク、はい、これもともとブリーチしてない茶髪に対して、ほら、こんな感じ。今濡れてる状態です。今ほんと流した状態、フラッシュピンク、うん、綺麗に染まってます。はい、綺麗に染まってますね。で、元の色がフラッシュピンク、こんな感じの色、ほら、これはこんな感じになってます。いかがでしょうか、うん、綺麗に染まってます。ありがとうございます。はい、で、これ乾かしていきます。はい、乾かします。はい、どうも。いかがでしょうか。はい、乾いていきます。こう乾いていく過程も見ていただけたらなと。これフラッシュピンクです。はい、はい、乾いてきました。
いかがでしょうか。はい、フラッシュピンク。はい、染まってます。まだちょっと濡れてる。はい、もうちょっとですね。はい、ピンクになってます。はい、ブリーチしてない茶髪ですね。茶髪に対して染めるとこんな感じです。はい、しっかり色が入ります。フラッシュピンク、しっかり色が入ってます。いかがでしょうか。ブリーチしてない茶髪です。はい、こんな感じ、ドン。ほら、うん、ブリーチしてない茶髪なんですけど、それに対してほら、フラッシュピンク、かなりしっかり入ってますね。はい、綺麗に染まってます。こんな感じ、ほら、こうやるとイメージがつくんじゃないかと思います。フラッシュピンク、はい、この状態ね。ブリーチしてない茶髪、はい、この状態からこのようにドンと、はい、染めてみました。フラッシュピンク、綺麗に染まってますね。光とか当てたりとか遠くから見ていただいても、はい、いかがでしょうか、これ、うん、はい、もともとブリーチしてない茶髪、はい、この状態ですので、はい、透明感が出るっていう感じはしないんですけど、しっかりとフラッシュピンク、はい、染まってますね。ほら、しっかりドーンと染まる感じですね。はい、ブリーチしてない茶髪に対して、はい、染めるフラッシュピンク、こんな感じ。光の当たり具合、光の当たり方でもやっぱ見え方が違うなと思うんですけど、はい、綺麗に染まってますね。こんな感じ、はい、よく見て、はい、感じて見てください。ドン、はい、こんな感じね。はい、ありがとうございます。フラッシュピンク、ブリーチしてない茶髪染めると、こんな感じ、綺麗に染まってます。ドカーンね、こう見るとほらほらほら、よくわかりますよね。ブリーチしてないチャンス、フラッシュピンク、透明感はブリーチしてないんで出てないんですけど、色味に関してはズカーンとしっかり入ってます。綺麗に染まってます。ありがとうございます。はい、ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイイエーイ、ありがとうございます。ドーン、フラッシュピンク、ブリーチしてない茶髪にフラッシュピンク、ありがとうございます。